瀬戸内の海を支配し、戦乱の世を駆け抜けた野島村上海賊。彼らの面影を映す野島村上家伝来の資料が今治市村上水軍博物館に数多く展示されています。野島村上海賊の血脈を受け継ぐ村上家、そこに代々伝わった野島村上海賊の資料は今村上水軍博物館の村上家記念室に常設展示されています。こちらの甲冑は野島村上家に伝来する黒川おどし堂丸という甲冑になります。室町時代中期の作と言われております。黒川おどしというのは鹿の黒い皮を使って小ザネといわれる鉄や皮の小さな板をつないでいます。その皮のことを尾と言いまして、黒い皮の尾を通した甲冑ということになります。で、胴丸と言いますのは右側、鎧の右側を開けて、体を入れ込む、そういったタイプの鎧のことを胴丸と言います。この黒川おどし胴丸は山口県の周防大島にあります野島村上家の蔵で発見されました。その時は大破した状態で、バラバラの状態であったものをまずどのパーツがあるかを確認しまして、で甲冑師の手によって修復されました。足りないパーツのところは当時の材料や当時の作り方で修復をして、今この鎧が立っている姿にをすることができたんですね。修復するにあたってですね、例えば組紐の作り方だとか観察しますと非常にこう精密にできていますし、柄がこうかなり緻密になっていたりするんですね。まあ、こういうのをどういう組み方であったかなどを解明していかないと修復ができません。組紐の専門家であったりですね、金属を調整するそういった専門家の方などこう検討を重ねて当時の姿に近い形でこう修復できたということになりますね。こちらの甲冑は野島村上家に伝来するいろいろおどし腹巻という甲冑です。いろいろおどしというのはですね、いろいろな色の尾を通した腹巻という鎧になります。で、腹巻と言いますのが背中をこう開けてこう体を入れるものなんですね。甲冑の右側を開けるものを胴丸と言いましたが、背中を開けるものを腹巻というふうに言っております。黒川おどし胴丸は黒い甲冑なんですけども、こちらはもう色鮮やかな、今長年のこう年月が経っていますので色褪せていますけども、本当はですね紫の糸や赤の紅花の赤の色、これが鮮やかな非常にこう見応えのある鎧だったんですね。ですから時代が経つにつれてちょっと色彩感覚っていうものも変わっているようですね。当時の武将の好みだったのかもしれません。こちらのいろいろおどし腹巻もですね、当時で言いましても非常にこう価値の高いものだったようです。大名クラスの人が着るような鎧で、こちらももう家一軒分の価値があるというふうにも言われております。ですからやっぱり海賊の大将クラスがですね着ていたんじゃないでしょうか。まあ、海賊は大名ではありませんけども、その大名と密接に関係をしてこの瀬戸内海で活躍をしてましたので、こちらの甲冑も大名からこういただいたのか、こういうものを作るだけの財力があったのか、まあ、そういうような形でこう村上家に伝来しているものだと思います。野島村上家に伝わる正常陣羽織という資料になります。鎧の上にこう羽織るものと言われてまして、こう野島村上家の大将がこう羽織ってですね、まあ、大将であることを示すそういった衣服になりますね。野島村上家に伝わる伝承では、村上武義と息子の景親、この二人が鎧の上に着用したというふうに伝わっております。この真っ赤な色というのがこの陣羽織の特徴だと思いますけども、
正常陣羽織という名前がついてます。で、正常というのが、中国の架空の、動物だというふうに言われておりまして、でその架空の動物の正常の血で染めたという伝承がありまして、でそれでこの真っ赤な色で正常陣羽織と名前がついてます。で赤という色が当時非常に重要な意味を持っていたそうで、魔除けであるとか除災、災いを払うであるとか、そういった意味を持っていたようで、当時好まれたようですね。この袖の、様子を見ていただいたり、この素材もですね、ラシャというですね、海外の布を使っているそうで、非常にこう何と言いますか、おしゃれと言いますかね、海外の匂いのするような陣羽織じゃないでしょうかね。こちらはですね、天正10年ですね、本能寺の変が起きました1582年にですね、毛利家の当主ですね、こちら署名しておりますのが毛利輝元ですね。毛利輝元から村上景親に出された文書です。来島村上氏がですね、毛利河野陣営にいたんですけど、羽柴秀吉の地の豊臣秀吉からの誘いに乗ってですね、そこから離れてですね、当時毛利とかと戦争中であった羽柴秀吉の側につくというようなことをするんですね。でその中で能島村上氏も羽柴秀吉からですね、味方につくようにというような勧誘を受けてたんですが、そういった中にあってもですね、毛利陣営にとどまったということでですね、そのことに対するですね、毛利氏側からの感謝とかが述べられているのがこちらの古文書になります。こちらの方にですね、実婚という言葉がございまして、漢字で書きますとこちらですね、入婚ですね、一級入婚とかの入婚なんですが、戦国時代とかですと実婚というふうに読みまして、協力するとか味方するとかいう意味ですので、毛利家に実婚協力するというようなことがですね、書き記されておりますので、来島村上氏が裏切ったのに対しまして、能島村上氏は毛利家に協力する実婚するというようなことがですね、書かれているものです。こちらがですね、小早川秀明ですね、豊臣秀吉の時代に村上氏は村上景親という能島村上氏の人物はですね、小早川秀明の家臣になっておりますので、その時にですね、小早川秀明から、給料みたいな形でですね、土地を与えるということをですね、伝えられている手紙です。タイトルがこちらの方になりますが、事業型目録というふうに記されております。一つ一つという形でですね、書かれているのがですね、その与えられている土地の場所とですね、そこからどれぐらいのお米が取れるかと、最初の行はですね、一つ193石一等二升というふうにございますので、これだけ県のですね、お米が取れる土地が与えられているということでございます。でその下にですね、筑後の国三郡西原村と書いてありますので、そこからですね、これだけのお米が取れるというところを与えられているという意味合いでございます。とこちらがですね、赤いハンコですので朱印というふうに呼ばれるものなんですが、こちらの朱印がですね、豊臣秀吉ですね、豊臣秀吉の朱印が押されていると。当時ですね、能島村上氏の村上景親はですね、豊臣秀吉の時代に小早川秀明の家臣になっておりましたので、その小早川秀明からこれだけの土地を与えられたということなんですが、その時にですね、小早川秀明が、そういったことを与えたことをですね、こちらに判子をしております豊臣秀吉がその内容をですね、ちゃんと保証しているということでですね、直接はですね、小早川秀明から村上景親に宛てられているお手紙なんですけど、その背後にですね、豊臣秀吉を見ることもできるというような非常に面白い古文書ということでございます。このほか、この展示室には能島村上家に伝わる貴重な資料の数々が展示されています。それらの資料一つ一つには、当時の能島村上海賊の面影がはっきりと映し出されているのです。